デニス・グルシャコフは、ロシアのサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。FC アフマトグロズヌイ所属。サッカーを始めた頃の1998年から1999年までは、PFC チェスカモスクワのジュニアに所属していたが、1999年から、当時できたばかりの FC ニカモスクワの下部組織に入団する。ニカで、約5年間過ごし、 トップチームデビューを果たした後、FC ロコモティフモスクワとプロ契約を果たす。最初の2年間は、武者修行のレンタル遺跡で経験を積み、2008年から、正式に、ロコモティフに所属する。以降、レギュラーとして活躍。2013年6月、FC スパルタクモスクワに遺跡。2019年6月29日、FC アフマトグロズヌイに1年契約で遺跡した。 2008年10月には追加招集ながらも A 代表初招集が実現した。2011年3月1年5ヶ月ぶりに前回同様追加招集という形ながらも A 代表入りを果たした。26日のアルメニア戦ではベンチ入りも出場機会はなかったが29日のカタール戦ではイゴールデニソフとの交代で後半から出場し A 代表初キャップを刻んだ。 同年10月11日のユーロ2012予選のアンドラ戦で代表初ゴールを挙げた。グルシャコフ、ロコモティフから、スパルタクエ UEFA.com ハット。FC オクメット RU。FC オクメットグラウズニー。2020年2月27日、閲覧。ありがとうございます。